演奏する曲は僕のオリジナル曲、花火って曲を一曲演奏したいんですけど、この曲は、コロナ禍の時に、作った曲で、皆さん夏花火見られた方何人か、いると思うんですけど、見てうわ綺麗だな落ち着くなっていう、そういう何でしょうリラックスできる時間を、イメージして作った曲になります。それでは聴いてください。
ありがとうございました花火。続いても、オリジナル曲を演奏するんですけど、続いての曲は、Promise っていう、日本語です約束っていう曲になってます。この曲は、ゴスペルシンガーである小坂忠さん、また、ギタリストの佐藤勝彦さんと、方がいるんですけど、そういう方と一緒に、僕が作ってまた編曲で入っていただいたっていう曲になってます。それでは聴いてください。